静岡市役所清水庁舎の移転の賛否を問う住民投票の条例案が市議会で否決されたことを不服として、市民団体は今日、審議のやり直しを求める文書を静岡市議会議長に提出しました。市民団体のメンバーは今日、静岡市役所を訪れ、市議会議長に異議申し立て書を提出しました。市役所清水庁舎をめぐっては、市民団体が移転の賛否を問う住民投票条例案の制定を求めたものの、先月の市議会で否決されました。そこで市民団体では審議のやり直しを求め、市長宛に公開質問状を出しましたが、田辺市長からは市民の意見は十分に集約されているとの回答があったということです。5万2300人はそうでないという前提で署名活動を、署名をしてくださり、市民の意見聞いたらどうなのということで署名をしてくださってる。だからそういうところに向き合う姿勢を一切見せない。市民団体では、異議申し立て書の回答を17日まで待ちたいとしています。